ほら、ご覧なさいな。今日も一段と綺麗だね。この麗しきバラも君の美しさの前では色あせて見える。さあおいで。通用しないぞ。相手が姫様となればなおさらだ。昨日のことは忘れるんだ。それがお互いのためだ。なんだ、姫様の様子がおかしい。どこに行くんだ、カナン。すみません、ジル様。少し気分が。な、お前。彼女はこういった華やかな場所は初めてですから、緊張したのでしょう。おい、そこのお前、持ち場を離れるな。通してくれ。行かな。何を言っているんだ。やれやれ、行かなきゃいけないって言ってるじゃないか。配置換えがあったんだよ。そんな話は聞いてないぞ。おかしいな。しかしそういうことだ、エルさん。俺たち じゃなくてカナン様でしたね。エルザ、どうしてここに。隠していて申し訳ありません。実は俺、私は伯爵に雇われているのです。傭兵として。傭兵。うん、気にしないで。私の方も隠し事をしていたんですもの。それより、そんな他人行儀な話し方をしないで。ですが。大丈夫、誰も聞いてないわ。この私が特別に許します。はっ、ありがたき幸せ。それにしても驚いた。姫様だったなんて。でも納得がいったよ。そりゃ世間知らずなわけだ。そんなにおかしかった。まあね、妖精か妖怪が化けてるんじゃないかって思ったくらいさ。もう妖怪はひどいんじゃない。でもさっき泣いてたみたいだけど、どうかしたの。うん、結婚が嫌なら断ってしまえばいいのに。そんなこと、おじは絶対に許さないわ。あの人はジルを皇帝の座につけて背後で牽制を振るうつもりなの。そのためなら手段なんて選ばない、そういう人よ。父様が亡くなって
叔父が爵位を継いでからこの城はすっかり変わったわ。叔父に逆らう人は皆いなくなって、あんなに活発だった議論は密告にとって変わられたの。不思議な事故で亡くなった人もいるわ。もしかしたら父様が急に倒れたのだって。でも私が叔父に逆らったら残ったみんなも同じ目に遭わされると思うと私怖くて。だけどカナンはそれで。よくなんかない、よくなんかないよ。夜寝てる間も監視されて、ホッとできる時なんて一つもない。朝になれば叔父の野心のせいでまた人が死にましたって知らせを聞かされるの。それが死ぬまでずっと続くのよ。でも何もできない。どうしたら私。ジル様、こちらです。おお、こんなところに。カナン、主役がいつまでも席を外していてはせっかくの舞踏会が台無しだ。この僕に恥をかかせるつもりかい？ごめんなさい、でも私。言い訳はいい、さ、来るんだ。ジル様、待ってください。なんだ貴様、傭兵か？カナン様は本当にお加減が良くないのです。もう少し休ませてあげてください。知ったことか。彼女は僕の婚約者だ。どうしようと勝手だろう。どうけ。婚約者ならもっとカナンのことを気遣うべきではありませんか。エルザ。なんだと。おい、貴様はカナンの何なのだ。何やら親しげに話していたようだが。やめてください、ジル様。その人は関係ありません。なぜこんな下賤のものをかばう。そうか、カナン、この男にたぶらかされたな。違います、そんなんじゃ。僕の婚約者に言い寄るとは許せんな。おい貴様、剣を抜け。どうして怖いのか、この腰抜けめ。今何か叫び声が。どこを見ている。僕はここだぞ。静かに。なんだそんなはずはない。ここは首里城だ。なんでグルグ族が。危ない、逃げろ。なんだ。ジル様、ここは私が防ぎます。その間にカナ様は安全なところへ。カナ、下がって。部族がこんなに。俺は奴らと戦う傭兵だからね。それなりの働きはしてみせない。じゃあ私も戦う。何を言ってるんだ。これは戦いなんだ。下手すりゃ死ぬことだって。私だって。エルザ、大丈夫？今手当てをするわ。ありがとう。これはマナミアと同じ魔法？アルガナンの末裔は誰よりも魔法を操る術に長けている。それはどういう。グルグ族の襲撃なんてもう何十年もなかったのに。ここは危険だ。カナン、どこかに隠れていろ。私も戦う。カナン。言ったでしょ、魔法なら誰にも負けない。
わかった。でも無理はせずに